さんこんにちは、かっちゃんです。にゃんにくということで、今日はまるこさん、パスタを作りたくてニンニクを買いました。その時に3かけくらい使ったんですが余ってしまいました。ニンニクを使い切れそうな料理だったり、作り置きしてご飯のお供になりそうなレシピがあれば教えてくださいというリクエストいただきましたので、意外に買ったら余りがちなニンニクをがっつり使いながら、それだけで本当にご飯が進みそうなニンニクを使った作り置きご飯のおかずを3種類作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。はい、では先にまず今日使う分のニンニクの皮を全て剥いておこうと思うので、ニンニクの外側の皮を剥いて耐熱のお皿にのせたら、600ワットの電子レンジで20秒から30秒ほど加熱していきます。では電子レンジで少し加熱すると、皮がね、ほんとスルッとすごく簡単に剥けるので、結構大量にあるので少し加熱してから剥くと剥きやすく剥けます。はい、では今計 170g のニンニクの皮を全て剥いたので、こちらを使いながらご飯に合うニンニクの作り置きを3種類作っていきます。ニンニク 20g を薄く輪切りし、耐熱容器に入れ、みりん大さじ2、醤油大さじ2、砂糖大さじ1を加え、600ワットの電子レンジで1分10秒ほど加熱し、沸騰してアルコールが飛んだら全体をよく混ぜ、では煮沸消毒した瓶にうずらの卵を熱湯で4分ほど茹でて殻を剥いておいたので、瓶の中にうずらの卵を入れていきます。では瓶に卵を入れたら加熱した調味料を加えていきます。はい、ではこれで1種類目のうずらの卵のニンニク醤油漬けの完成です。だいたいこの調味料に1日ほど漬け込んで味が染み込んだら食べてみてください。はい、では残り 150g のニンニクは全てみじん切りにして使用するので、ブンブンチョッパー使って一気にみじん切りしていきます。はい、ではこんな感じでニンニクは粗みじん切り程度の大きさにみじん切りしておいてください。えのきは石突きを切り落とし1センチ幅程度に切っておきます。片栗粉小さじ1と水小さじ2を合わせ、水溶き片栗粉を作っておきます。ではまずフライパンにごま油大さじ1とみじん切りしたニンニクを 50g と輪切り唐辛子を少々加えて、焦がさないように弱火でじっくり加熱していきます。ではニンニクから香りが出てきたら、切っておいたえのきを加え、これも焦げないように全体を混ぜながらじっくり加熱していきます。今5分ほど加熱してえのきがしんなりしてきたら、醤油大さじ2、みりん大さじ1、酒大さじ1、砂糖小さじ1を加え、全体をさっと混ぜながら煮立たせていきます。では煮立ってアルコールが飛んできたら火を消して、最後水溶き片栗粉でとろみをつけていきます。では全体にとろみがついたら、ニンニクなめたけの完成なので、これもしっかりと煮沸消毒した瓶に入れていきます。はい、ではこれで2品目のスタミナニンニクなめたけの完成です。フライパンにサラダ油大さじ2、ごま油大さじ2、残りの刻んだニンニク 100g を加えて、先ほどと同じく焦げないように弱火にかけてじっくり火を通していきます。では今5分ほどじっくりと加熱して、しっかりとニンニクに火が通ったら、普通の小ネギでもいいですし、今回冷凍の小ネギを使用していきます。 30g 加えて全体を混ぜながらネギにも火を通していきます。ではネギに火が通ってきたら火を消して、ソーミシャンタン小さじ2、砂糖小さじ1、一味唐辛子少々、粗挽き黒胡椒少々加え、焦げないように気をつけながら火にかけて全体を混ぜていきます。では全体を混ぜたらおかずニンニクの完成なので、こちらも瓶に詰めていきます。
はい、ではこれで3品目のおかずにんにくの完成です。こちらも今日はね、シンプルにこの炊きたてのご飯にのせながら食べていきましょう。 OK。 はい、では今にんにく中卵も 2,3 時間でこれくらい使ってます。はい、ではこんな感じでがっつりにんにくを使ったご飯が止まらなくなるにんにく作り置きおかず3種類の完成です。はい、じゃあ今こんな感じにできました。はい、では今回はニンニクをたっぷり使いながらご飯のお供になる作り置きおかず3種類作ってみました。それでは本日は愛のスコールぶどうサワーで乾杯。乾杯。くーおいすこ。じゃあ早速いただきましょう。ニンニクっていうとこうちょっとねすりおろして料理とかに入れるイメージが多いかと思うんですけど、今回はほんとニンニクをメインにがっつり使いながら作ってみました。じゃあまずねご飯からいただきましょう。もうほんとシンプルにこれご飯にのせただけです。いただきます。うん、ニンニンみじん切りしたニンニクを焦げないようにじっくり油に加えて加熱することでニンニクの香りや風味がしっかり出て、ほんとこれは味付け中華風な感じで、ちょっとこうネギをね入れてあげることでほんとねご飯にこう混ぜて食べるだけですごく美味しく食べられるレシピになってます。うん、ほんとご飯に混ぜ合わせるだけでガーリックライスみたいな感じになりますし、ちょっと炒めた卵なんかと合わせてチャーハンみたいな感じにもなると思います。ご飯以外にも炒めた豚肉にのせたりとか、いろんなね食べ方に使えるようなレシピになってます。ちょっとねこの煮卵がまだ今ね半日くらいなんですけど色ついてますね。うん、これまたニンニン。これもねすごく簡単に作れるんですけど、ちょっと甘さの効いた醤油にニンニクを加えて、醤油にニンニクの風味が移りながらもそれに漬け込むことでこのうずらの卵にニンニクの風味がぐっと詰まったすごく美味しい味付けになってます。この漬け込みの調味料もニンニクの風味がうまく移ってるので、卵食べ終わった後に捨てずに卵かけご飯とかにちょっとこう卵にねかけながら食べてもニンニクの風味が効いてすごく美味しく食べられるタレになってます。じゃあね、このなめたけをこのきゅうりにかけて食べます。これもみじん切りしたニンニクをじっくり加熱してしっかり香りや風味を出しながら、そこにえのきを加えて、あと調味料を加えるだけでこれもすごく簡単に作れるんですけど、こういうご飯以外にもほんとねきゅうりとかにのせてもすごく美味しく食べられるレシピになってます。でまあいわゆるなめたけなんですけど、普通のなめたけってちょっとこう酢をね入れてるようなところがあるんですけど、酢はなしにしてあります。ああいう瓶とかで売ってるなめたけがいい方はちょっと酢入れても美味しいですし、お好みで味調節しながら作ってみてください。うん、でこのトロットロのえのきにこのニンニクの風味が効いてて、ほんとこれご飯にもめちゃめちゃ合いますし、パスタとかにも合いそうですね。結構ねがっつりニンニク使ってるので、あんまこう食べ過ぎるとニンニク体調崩す方とかも見えるので、食べやすい口当たり味付けになっててガツガツ食べちゃう感じになってるんですけど、量だけ気をつけながら食べてみてください。保存期間は、まあ、大体1週間くらいは持つと思うんですけど、冷蔵庫に入れたら悪くなる前にできるだけ早めに食べるようにしてみてください。うん、はい、ということで今日はニンニクをたっぷり使ったご飯のお供になるニンニク作り置きおかず3種類作ってみた動画でした。油でじっくり炒めたニンニクがすごくいい風味を出してくれて、ほんとニンニクだけなんですけどすごくご飯に合うような美味しいレシピだと思います。どれもすごく美味しいんですけど、うち的に一番おすすめはなめたけかなと思います。気になる方はぜひ作ってみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。シャバダバイニンニー。
なんかめっちゃ元気になった気分。